バニラスカイ。FM ギノワンをお聞きの皆さん、こんばんは。鹿児島県より世界中に音時間発信しています、シンガーソングライターママの陽子です。今夜のバニラスカイ、いよいよとなりました。10月22日日曜日、宝山ホールコンサートへ向けての、いろいろね、皆さんと楽しい、なんというのかな、まあある意味リハーサル的な感じでね、お届けできればと思います。よろしくお願いいたします。ではでは早速1曲目、今回はですね、まあライブでするかもしれないよねという曲をねお届けしたいんですけれども、まあしますなんてね言ったらね、またそれはそれで面白くないのかなっていう変な気を使いながらねお届けしたいと思いますが、1曲目はですね、そうそう、だからこそいつもラジオで流してないような曲をねセレクトしたいと思っておりますという話です。1曲目、陽子でインフィニティ。お聴きいただきました曲は陽子でインフィニティでした。え、陽子インフィニティするのっていう感じでしょうか。はい。こういうね、コンサートのネタバレをすると面白いのかなと思ってなかったってね、言っていいでしょうかね。なんですけれども、やっぱりさ、こう、あ、初めて陽子のコンサートに行くけれども、陽子の曲知らないから、CD 買わなきゃ、音源買わなきゃいけないの、 YouTube に全部上がってないのねみたいなのがね、ちょっとよろしくないよなと思いまして、はい、事前のねラジオでの予習タイムと、まあ、リハーサルタイムとね、皆さんとのね、はい、設けたいなと思ったわけですけれども、今回ですね、多くの方々がね、誘われたから、じゃあちょっと行ってみようかなっていうねことにね、はい、なっておりますね。なぜなら宝山ホールが1500名も入るからです。で、私ね、すごく思うのが、自分がこういう方のためにこういう楽曲でありたいっていうこだわって作ってきたりとか、あと私がこういう気持ちをねちゃんと届けたいからね、のんちゃん、うん、今日スペシャルゲストのんちゃん登場しております。のんちゃん、あっという間に1歳半になりましたね。のんちゃん、おめでとうございます。というのはちょっと、私たちのねメッセージではございますけれども、可愛い声がね入っていたからね、お届けしたいなという情報でございました。はい、いい返事でね。まあ1500名のホールで、まあ、陽子の、まあ、自分の世界観を届けるためにはって、すごくねやっぱりねちょっと緊張したりとか、構えてしまう、まあ私も人なのでね、初めての1500名のホールでのワンマンライブなので、そういった時にやっぱり今リハーサルをねしておりますと、あ、私ちゃんと常日頃ね
この曲はこういう風に届けたいと思って歌ってきたな。だからある意味リハーサルは必要ないくらい、この、6月の後半からね、センテラ天文館公認のストリートライブシンガーでお世話になっておりますので、ひっそりとね、私の中ではこの路上ライブで歌っている2時間前後がこれからのねステージのためのリハーサルだなとは思ってたんですよ。なのでそれがね本当にこんな形でね発揮されるとは思わなかったわぐらい、ずっとねやっぱり人ってね修行するって大事ですよね。ただね、このラジオだからこそ言わせてほしい本音があります。路上ライブとかあとイベント出演が多いと、私のことを知っていただくっていうために MC がねやっぱりねこう長かったりとか楽曲だけに集中してなかったりとかするんです。ただねホールではそれを一切しなくて済むから、楽曲とかそのエピソードに対しての説明であって、私こんな人ですっていうのをさ言わなくて済むからね、それをねしないように心がけないといけないなと、本当にさ、まあね人って進化していくなって本当に思いますよね。うん、私もともとねこんなにねキラキラ笑う人間でもなかったし、うん、まあそんなこと言い出したらキリがないんですけれども、でもね本当ね皆さんの笑顔でね、あと陽子はねたくましく成長させていただいているので本当感謝でしかありません。そんな陽子でございますが、ちゃんとね、失恋ソングであったりとか、女な曲もあります。ちょっと久しぶりにお届けしたいと思います。ぜひですね、スタンディングで一緒にノリノリになってほしいなっていう、あ、これをするかどうかはまあね、はい、ということで一曲マイブルーデイ。いただきました曲は陽子でマイブルーデイでした。いい声聞こえるよ。のんちゃん、かわいい声をありがとうございます。そうね、のんちゃんもね、ぜひ皆さん来てくださいって、私も登場、あ、そこ言っちゃう、のんちゃん。いやね、ほんとね、最近あの金髪の赤ちゃん抱っこして歌ってる人ですよねっていうね、ありがたいシンガーソングライターママですからね、そういう肩書きと言いますか。まあ、私のキャッチコピーはね、今ねこう本当ね嬉しいのがあるんですけれども、まあとある方はね愛を歌うシンガーソングライターママ、
とある方は紅白に一番近い女ね、嬉しいね。いろんな言い方でね、皆さんプロモーションしてくださいますから、まあ、とにかく私自身はね、いい意味で変わらず、そして変わらないといけない部分は成長するみたいな感じでね、生きていきたいなと思っております。ではですね、ちょっとここで一曲お届けしたいと思います。のんちゃんもね、さっき可愛い声出してくれましたけれども、この曲もね、ぜひぜひ、この歌詞がね、愛する人へ歌っていると、すごい甘いラブソングなんですけれども、子供たちへ向けたね、そう、陽子の歌詞原点は、ま、娘たちを思ってというのがありますからね、そこを踏まえると、あ、なんだこんな、そんな甘くないじゃんみたいなね、歌詞になります。ではお聴きください、陽子でスイーティー。愛してる、ずっとずっと、 I will love you forever ever。 こんなに愛せるって知らなかったの、いつもそばにあなたがいて、どんな時も包んでくれる、その声も腕の中も全部あたしだけのもの、苦しい いただきました。曲は陽子でスイーティーでした。まあ今ですね、いろいろと準備が進んでおりますけれども、ほんとね、この準備をするにあたり心がけていることが一つあります。それは当日私が歌に専念できるようにというモットーでございます。だってさ、陽子さんこれどうですか、あーですかっていうのはね、言われるのは簡単なんだけれども、準備さえしとけばその一言がない、その一言がないことによって私はステージに集中できますし、関わってくださる皆さんがね、もう陽子さんマジこれしなくて困ったよなんていう文句も出ません。私も人なので、文句を言わせてしまうことも今までいっぱいあったと思うんですけれども、だからこそ先ほどから言っております成長します。なので、当日ね、あ、気楽に終わりました、大丈夫でしたよって言わせることが最近ね多い、これ拍手なのでね、陽子宝山ホールでも、陽子さん全部自分でして大変ですねっていうあったかい言葉もねいっぱいいただいておりますが、かと思わせれば、え、意外とすんなりみんな大丈夫じゃんみたいな感じで褒めさせたいまあね、まあ、とにかくね、今心配なのはのんちゃんのことだけですね。当日ね、のんちゃんがね泣かずに待ってられるかなって、パパもネーネーもね、ママもね頑張る中、私もステージに上げろって絶対泣くと思うんですよ。だから大丈夫かなっていうのだけが
気がかりであります。皆様、どうかどうか沖縄からもまだまだ間に合います。私もね、よく営業メールみたいなことをねお送りすると思いますけれども、ぜひ何卒、まだまだお尻が必要でございます。1500席でございますからね、お越しください。お待ちしております。ではでは、今夜もう一曲お届けしたいと思います。横でですからね。この曲はね、ほんとね、終始ギターがかっこいい。横で Believe。いただきました曲は陽子で Believe でした。バニラスカイは皆さんのメッセージやリクエスト大募集しています。宛先は797@fmgino1.com 797@fmgino1.com バニラスカイ宛てにお願いいたします。そうね、いろんなことを思う中でね、月夜をゆっくり眺めたいとか、バーベキューをするときにもね、本当なんていうのかな、こうゆったりバーベキューしたいとか、その他、いろいろ欲求はありますが、ただね、一番最高なのはこういう皆さんと一緒にホールコンサートで音時間を過ごせることなんだなってしみじみ思う。アップルジャムの司さん、そして、シノンとね、一緒にコーラスのリハーサルを重ねるたびに、あ、やっぱり私は歌ってるこのね、練習とかこのリハーサルのために日々ね、よく歌い手だったよねみたいなことをね積み重ねながら私は常に自分は自分だからいいんですけれども、のんちゃんがすごくノリノリで歌っております。この放送が初めてだ、のんちゃんの歌声発信。トン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 アンパンマン、トン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 食パンマン、トン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 カレーパンマン、トン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 ドキンちゃん、トン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 バイキンマン、キラ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 アンパン。上手。皆さん、急遽のんちゃんの歌声披露になりましたが、いかがだったでしょうか。まあ、とにかくね、私はいろんな顔をして全部自分は自分ですけれども、こういう風に日常に音楽が寄り添っていること、それが当たり前の家族、私たちの環境にあるっていうことに本当感謝をしながら、自分が一番お届けしたい形のホールコンサートであったりとか、いつかの東京ドームへ向けて日々精進したいと思います。ではでは、もう一曲、時間的にいけそうですね。今夜最後の一曲をお届けしたいと思います。今夜最後の一曲は、初心を忘れない、陽子でアンフィニッシュドストーリー。まっすぐな優しさ、その笑顔の中に秘めた強さ、惹かれ
ていた。あなたを思えば思うほど優しくなれる。心満たされてく。やっと気づいたの。居場所差し伸べられる。その手を守り抜く意味。愛を紡ぎ奏でよう。その先の温かな未来。隣で微笑むあなたの全てを包む。太陽一つの出会いが出会いをつないで結ぶ奇跡。この空の下大切な思いは時間をかけて受け継がれてく。続いてく。何度立ち止まる お聴きいただきました曲は陽子でアンフィニッシュとストーリーでした。とにかく皆さんに忘れてほしくないことは、陽子バンドは最高ですということです。イシーのギターもね、本当私的には、本当宇宙トップだと思っておりますので、皆さんもそう思ってくださるのは間違いないので、ぜひ会場でイシーのギターも
ね、楽しんでいただきたい。そしてピアノは北園真由美さん、ドラムは杉野俊之さん、ベースは服部湊さん、そしてコーラス司アップルジャム、そしてシノンでお送りいたします。皆様ぜひ10月22日鹿児島へお越しくださいね。待ってます。そしてこの後はひふみーズバー、ひふみさん22日ももちょっとお願いするにはね、心苦しかったのかいきなり噛みましたけれども、ひふみさん22日鹿児島へのお越しお待ちしてます。ちゃんと横に教えてくださいねとかいうわがまま言ってみる。ではでは皆さん、今週もめちゃくちゃハッピーに過ごしましょう。せーの、バイバイハッピー。